皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナー資産デザインソリューションズ代表の瀬国知です。当社は富裕層や、経営者向けに資産運用のコンサルティングを行っております。私がたくさんのお客様から資産をお預かりしてきた経験から、資産運用に関するさまざまな情報をこのチャンネルで発信したいと思っております。本日のテーマは株が上がるかどうかなんて誰にもわからないというテーマでお話ししていきたいと思います。株をお客様に買っていただいている私がこういうことを言うのも、ちょっと変なんですけど、株が上がるかどうかなんて誰にも分かりません、それを言い切ってる人っていうのはあまりいないんですけど、間違いなく私は真理だと思っています。なぜなんですけども、証券会社であったりは、株が上がるという前提でこの株上がりますよ下がりますよという話をしながらお客様に個別株であったりファンドを買ってもらっております。ただそんなことってなんでわかるんですかって私は思うんですね。まあ世界の人口が増えて経済が成長していくっていう理論に基づけば株は間違いなく上がるとは思うんですけども、ただまあ人口が減る可能性もありますし、コロナみたいな、現象で、経済的なダメージが大きくて株が大きく下げることもあると思います。なので私は株が上がるなんてなんでわかるのかなっていうふうに疑問に純粋に思います。ご参考に、株が上がるなんて誰にも言い切れないってことは、ウォーレン・バフェットの最近の投資を見ていてもわかります。ウォーレン・バフェットはアメリカの成長にかけるという意味でアメリカ株に投資をしてきました。なのでコカ・コーラであったり、あとは航空会社ですね、デルタ航空であったりの会社、さまざまなアメリカの会社に投資しているのですが、ただ今年のコロナの影響で航空会社株というのは、業績が大変なことになって株価も、下落しております。なのでウォーレン・バフェットは、失敗を認めて、航空会社の株を売却したんですね。何十年も投資をしていて、あれだけ著名な、投資家であっても、読みを間違える、失敗するということです。ウォーレン・バフェットが株の予想に失敗するということは、証券会社の一営業マンごときがこの株が上がるなんて口が曲がっても言ってはいけないことだと私は思っております。私が株を進めるときにお伝えするのは、株は上がるかもしれないし下がるかもしれないんだけど、株を持つ目的というのは経済が成長する中で自分だけが置いていかれない、インフレで物価が上がる中で自分だけが取り残される、そういうリスクをヘッジするためのツールですというふうにお伝えします。そういった気持ちで株を買えば下がっても気にならないし上がっても気にならないのです。といったところで本日は、株が上がるかどうかなんて誰にもわからないというテーマで、お話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方、ぜひ今後も、資産運用に関するさまざまな情報を発信していきますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。